さあ、ではさあ、ショークルでございます。前回の部屋取りの通りユニクロへ向かっているわけでございます。で、ユニクロは仕事場である立川でもあるんですけど、立川がね、僕あんまり好きじゃなくて、買い物をするとなるとね、特に一人だと。大阪の人を全て悪く言うつもりはないんですけど、非常にせっかちな人間でございまして、歩くのがまあ早いとも思ったことないんですけど、なんかね、こう歩いていてお買い物している友達同士の学生さんとか、まあお子様連れてる人はしょうがないんですけど、歩いているとね、なんかもうすごい100年に一度のレーサーが来たみたいな感じでね、すごいこう蛇行運転をしまして、どん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 人を抜かしていくんですけど、それがまあ疲れる。前の人に歩幅を合わせて歩くっていうのがね、ちょっと億劫で、イオンモールですね、ユニクロも入っていれば、イオンの映画、H&M、ギャップ、その他もろもろいろんなものが入っているところで、久しくないですよ。僕のチャンネルでね、なんかそういうショッピング動画なんてまあないですよ。ただ今日は広告を見つけてしまったゆえにね、おしゃれなチャンネルじゃないからさ、H&M でコーディネートしてみたとか、なんかそういうファッション動画にも遠く及ばない、ただただユニクロの広告を見て、あれはトイストーリーなのか、僕トイストーリー結構好きですけど、一人一人のキャラクターの名前知らないんですよね。わかんないけど、ただあれがいいなって思ったんで、790円プラス税を見に行こうよ。さあ、着いたぞ、イオンモール。ここにお弁当箱もあれば言うことないけど、やっぱりでもそこはリサイクルショッパーですから、リサイクルショップで選びたいよね。やっさいもっさい、それそれ、おっさおっさおっさい、おっさおっさおっさい、そーれ。知ってます？木更津キャッツアイ、木更津キャッツアイの野菜もっさいです。ああ、雨が降っているから1階はすごい空いているっちゅうこっちゃね。ああ、目の前に H&M とギャップの看板が私の視界を奪っております。ユニクロの看板はないんかい。さあ、買い物しよう。何を買ったかはお楽しみに。はい、着いた、行ってきます。さあ、どうやさ、めちゃめちゃ雨の中、横殴りの雨が降っている最悪のタイミングで車に戻ってきました。そして購入したもの、ライトオン T シャツ2枚、ユニクロT シャツ2枚、エアリズム2枚、計4点、計6点のお買い物をしました。T シャツオンリーですね。なんか H&M とか、あと、どこですか？ザラとか、非常に履きやすそうな薄い夏パンツがすごいセールで安かったんですけど、買っても結局僕デニムしか履かないなって思いまして、やめました。さあ、帰ろう。さあ、というわけで無事に買い物が、一つ終わりました。これは帰って部屋取りで披露したいと思います。そして帰り道に、確か僕の記憶ではブックオフさんがありました。なので、ヘルシー食生活宣言生活かっこ仮なんだっけ、お弁当箱さえいいものがあれば、またまたそっから寄り道してスーパー行って雑穀米パック的なやつを購入してみたいと思うんですけど、雑穀米とかを食べてヘルシーになろうっていう目的ではなく、テンションの上がるお弁当箱に出会ったらヘルシー生活始めようということなんで、これはもう全然宣言でも何でもないですね。買い物次第、僕らしい。では今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。ショコラでした。また明日。